《今まで親しい友人にしか話していない話だけど今でも気味が悪い話だから聞いてほしい》《俺はある地方で警察官をしている》《職業が職業なだけに仕事上の秘密や》 これから話す話に出てくる個人情報の類は伏せさせてもらう。当時、俺は三年目の若手警官で、若いながらもそれなりに仕事は任せてもらっていた。自動車警らが担当で、その日も館内をパトロールしていた。 数日前から降っていた雪が止んで寒さがとても厳しい日だった。俺は市街地から山岳地帯に向かったところにある駐車場に行ったんだ。自動販売機や売店はないけどトイレと水道は24時間使えてそれなりに夏は トラックのうんちゃんたちが休憩をするのに使っているんだが、冬はその先の参道が封鎖されるので人気はない。たまに薬物かなんかの使用場所としてそこが使われるので、冬でもそこはパトロールしていた。俺がそこに行った時、ワンボックスカーが止まっていて、 屋根やフロントガラスには20センチくらいの雪が積もっていた。タイヤの跡もなかったから放置車両か、もしかすると中で、ということは考えた。俺が車を確認している間、一緒にパトロールをしていた定年間際の愛禁車に、 紹介をしてもらっていた。俺が車に近づいてドアの鍵を確認していたら、その人からどうやら自殺をほのめかして家を出て行ったと捜索願いが出されている人の車のようだと聞かされた。もう結末は一つしか見えなかった。 窓の雪を払ってみたら、やっぱりそこにいた。後部座席に横になって目をつむっていて、呼びかけにも応じない。足元には練炭が置かれていた。正直、もうダメだろうと思ったけど、 無線を傍受してくれていた本所が救急車を呼んでくれていたらしく、遠くから救急車の音が聞こえていたので、窓を叩き割って足を掴み、外に引っ張り出そうとしたとき、いきなりその人が、くワっと目を見開いた。俺はとんでもなくびっくりして、 少し固まってしまったけど、どんどん大きくなる救急車のサイレンで、冷静さを取り戻せたんだと思う。俺はもう、その人が生きてるのか、死んでるのか、生死の境をさまよっているのか、もうわからなかった。 目を見開いたのを見てからとても混乱していたと思う。体は冷たかったがとりあえず心臓マッサージをしてもしかしたら助かるかもという希望を持っていた。救急隊員と本所からの刑事さんたちがほぼ同時に到着して俺はその人たちに 状況を説明し、それぞれの担当に引き継いでもらった。しばらくして、仲の良かった刑事さんが近づいてきて、お前、なんで心臓マッサージなんかしたんだ死後硬直の具合から死後一日は経ってる。死因解明のためにも、今後は明らかに死んで、時間が経ってる死体は、 そういうことをしないでくれ。と言われてしまった。その言葉を聞いたとき、目が開いたんです。とは言えなかった。俺自身ありえないことだと思っているし、言ったらどうかしてると笑いのにされるだろう。あの時のことは、 今でもぞーっとするしこれは不思議な体験だったのと今でも思う書斎 実家は熊本市内で自分の部屋は2階でした。おととしだったかな、長期休暇で実家に帰った時、2階の2部屋とも改装工事中だったため、1階にある父の書斎で寝ることになりました。父は昔から単身赴任ばかりでほとんど家にいないため、 書斎と言っても誰も使っていない空き部屋です。最初の二日間は何も起きませんでした。りは時々聞こえていましたが、築50年以上の古い家だし、と思い、別に気にしていませんでした。でも、 三日目の夜、寝始めて意識が朦朧としてきた時に、書斎の中で一際大きいやなりがしたので、思わず、はっと起きたんです。少し寝ぼけていたので、何か出たとかではなく、単純に大きな音に、 びっくりしただけですが。で、電気をつけて、部屋を見ても、異変はなかったので、また、決して寝たんです。その時に、変な夢を見まして、俺が、二階で寝てる夢でした。夢の中で寝ていて、 また夢を見てるっていう変な状況でして。あと、耳元から呪文みたいなのが、<laughs> と聞こえて、目を覚ましたらベランダ側のカーテンが半開きで、そこに体のない子供の頭が三つ縦に並んで、 じーっと、こちらを見つめているんです。夢の中なんですが、すごく再現度が高くて、震えて、体は硬直してしまいました。すると、一斉に子供らが、人とは思えない声、というか音、音 お話、夢の中で気を失ってしまって、真っ暗な父の書斎で叫びながら起きました。時間は覚えていませんが、夏で外はまだ暗かったし、夜中の三時くらいだったと思います。はぁ、あはあ、なんだよ、夢か。 と思って、また、布団に潜って、寝始めました。書斎は六畳二間と、結構広かったので、狭い方が落ち着く俺は、襖を閉めていたんですが、しばらくしたら、襖をト、トン、トン、トン、と、叩く音がしたんです。 これにはかなり驚きました。母は今の方で寝ているし、隣には誰もいるはずがないんですから。やばい、何かいる。もしかして、さっきの夢に出てきた子供たちそう思うと恐ろしくなり、体を動かさず、息を潜めて、 早く立ち去ってくれ、と心の中で叫び続けました。トン、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 と叩いたり、クリ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 ,クリと爪で引っかくような音がしばらく続きましたが、やがて静まり、やっと去ったかと、 緊張の糸が切れたのか、一瞬で寝てしまいました。翌朝そのことを母に話したら、急に険しい表情になり、ちょっとこっち来て。と、俺を書斎の方へ連れて行き、部屋にあるタンスを動かし始めました。なんだなんだなんだ と思ってよく見ると、タンスの裏の壁には近所にある神社のお札が貼ってありました。話を聞いてみると、父と結婚して間もなく今の実家を購入したそうなんですが、その時は母が書斎に寝ていたらしいんです。母が経験したのは、 ふすま一面に大人や子供の顔、目だけが浮き出て、こちらを見ていたそうな。慌てて次の日、近所の神社に相談してお祓いしてもらい、渡されたお札を壁に貼ったそうです。その日から俺も居まで寝ました。その後、 その話題が出たことはありません。ネットで調べてみたら、実家がある地域は大きな合戦があった場所らしいんだけど、関係があるかどうかは不明です。 嵐の夜にこれは私の父から聞いた話です数十年前父は市役所に勤めておりまだまだ新人だった父は何かと面倒な仕事を押し付けられていたそうですある嵐の日 父の町に大雨だか竜巻だかの警報が出されました。こういう場合、警報が解除されるまで市役所に職員が残り、夜中でも何かあった場合に対処できるようにしなければならず、嫌だなぁ、とは思いながらも、新人の父が夜通し市役所に残ることになりました。 夜中の古い市役所に自分一人、そんな不安感で父はひどく神経質になったそうです。特にその日は嵐なので、やなりがひどく、その度にびっくりと肩をすくませ、警報が解除されるのを今か今かと待っていたらしいです。 そうやって気象庁のホームページとにらめっこをすること数時間。時刻はすでに午前3時を過ぎていました。父がパソコンの光から来る疲れと眠気を飛ばすため大きく伸びをすると、不意に後ろから気配を感じました。 反射的に振り返ろうとする体を静止し考えます。市役所の職員は自分以外は全員帰宅した。この時間、この天気で誰かが出社してきたとは考えにくい。これは本当に振り返って大丈夫なやつなのか 父はそう思い、振り返りませんでした。気配はまだ、後ろにあります。早い社員なら、6時頃には出社してくるかもしれませんが、それにしたって、あと3時間。この得体の知れない気配を放っておくのは、なんだか、とてもまずい気がしてきて、 意を決し、父はゆっくりと体を後ろへと向けました。父のいる部屋にはデスクと電源のついていないパソコンが広がるばかり。その奥には壁と窓。窓の奥には冷たい廊下が広がっています。 そのどれもが暗闇に覆われており、不気味ではありましたが、気配のもとになるようなものはありませんでした。しかし、父は、これは直感的なもので、何の根拠もなかったのですが、廊下に間違いなく何かがいるな、と、そう感じたそうです。 しばらく窓の奥に広がる廊下を凝視したのですが、やはり何もなく、寝ていないせいで疲れているんだ、と考え、父はデスクに向き直りました。瞬間、後ろから何かの気配と共に、強烈な視線を感じ取りました。いや、 疲れのせいなんかじゃない。明らかに何かいる。父はそう思い、振り返ります。しかし、何もいません。首をひねり、デスクに向き直ります。すると、またも強烈な視線を感じ、振り返ります。 何もいません。こんなことを十数回も繰り返し、父もだんだんと腹が立ってきました。例だかなんだか知らないが、俺をおちょくりやがって、絶対にその姿を確かめてやる。そう思った父は、次に振り返るときに、軽くフェイントを入れました。 すると、窓の奥で、長い髪の毛が、窓と窓の間、一センチもないような、プラスチックの枠の部分に、ふっ、と、消えていきました。その時、父は、恐怖よりも、ほら見ろ、やっぱりいたじゃないか。という、何とも言えない満足感を抱いたそうです。 そうして妙な満足感のまま、再びデスクに向き直したところで気がつきました。父の正面、デスクの向こう側には、外につながる窓ガラス。その窓ガラスは、ちょうど反対側、廊下側の景色が反射されています。そこにいたのです。 廊下側の窓の奥、髪の長い女が、じーっと、父を見ています。口元はこれ以上ないほど笑みを浮かべているのですが、その目は全く笑っておらず、異常なほど見開かれたその瞳は、確かに父を捉えていました。 父はそいつの全貌を見て怖くなり泣きながらデスクに突っ伏し夜が明けるのを待ったそうですエレベーター バンコクに行った時のことですカオサンロードという有名な安宿街から近い8階建てくらいのショッピングセンターに行きましたそのショッピングセンターは建築基準法違反ということで取り壊しを待ってるとのことでしたが12階はまだ営業していました そのショッピングセンターは1階から一番上まですべて吹き抜けになっていてエレベーターから全体を見渡せる作りになっています吹き抜けの3階から上は暗かったですがなぜかエレベーターは動いていたので興味本位から乗ってみました外は昼まで 全く恐怖感などはありませんでした。エレベーターに乗って、とりあえず7階のボタンを押すと、ゴーンという音とともに上昇を始めました。3階を越えると1階から見上げたときはわかりませんでしたが、 上からはほとんど光が入らないことがわかりました。吹き抜けの下の方から光が入ってくるだけで今いる階はほとんど何も見えないんです。四階、五回、六階と行くにつれより暗闇が 深くなります外が南国の昼間だとは信じられないような暗さです乗ってみたことを非常に後悔しましたが今さら止められませんそして7階に到着しゆっくりとドアが開きました そこは全くのガランとしたスペースでした。窓側はべて光が塞がれており、遠くは見ることもできません。吹き抜けからの淡い光だけが頼りです。多少の光があることを頼みに、少しエレベーターから出てみました。 手でエレベーターの挟まれ防止用の部分を押さえたままです。しかし、ドアが閉まり始めました。なぜか挟まれ防止用の部分を押さえていても、どんどんドアは閉まっていきます。もう体を入れる余裕もなかったんで、エレベーターは閉まってしまいました。 すぐに下りのボタンを押しましたが、なんとランプがつきません。エレベーターは無情にも一階へと降りていってしまいました。何度も下りボタンを押しましたが、反応がありません。諦めて周りを見渡しました。 少しは目が慣れたのか遠くにエスカレーターが見えます吹き抜けから離れるのはとても嫌でしたが外国のことで助けを求めることもできず降りるよりしょうがないと近づいていきましたもともとは婦人服売り場でもあったのでしょうか 近づくとハンカチらしきものやマネキンの残骸のようなものが見えてきました。なるべくマネキンには目をやらないようにしました。エスカレーターはもちろん止まっています。乗り口に木が置いてありますが乗り越えられる程度です。 ベルトにつかまって金属の段をカツンカツンという音を立てながら降りていきました外は三十度近くあるというのに妙に涼しく感じました五階四階と降りていき多少明るさが増してきたことで 足取りを早めました。四階から三階のエスカレーターに移るとき、視界の隅におかしなものが見えました。空中にアーモンド型の白いものが二つ。それが二体。目のようでした。 それ以上は見ていません。ダットのごとく駆け降りて、何とか人のいるところに出ました。今思い返してみると、あれは作業員の人かもしれません。でもそれなら服も着ているでしょうし、第一、タイの人はそんなに、 色黒ではありません。何かの見間違いなのかもしれませんが、南国の真昼と真っ暗闇というミスマッチ、異国であることと言葉が通じないこと、上では動かないエレベーターなど、非常に恐怖感を味わいました。 おばあちゃんの視線私はタンスが嫌いです普通使いの三段ボックスのようなものなら平気なんですがタンス特に和ダンスの類は今でも近寄ることすらできないほどのトラウマです これは私がそのトラウマを抱えることとなった出来事の話です。私が小学校に入ったばかりの頃でしょうか。家の近所に斎藤さんというおばあちゃんが住んでおり、私はよく友達と一緒に連れ立っては遊びに行っていました。おばあちゃんは 足が悪く、一緒に走り回るようなことはできなかったものの、お話を聞かせてもらったり、お菓子をもらったりと、随分お世話になったものです。その日も放課後になると、私は友達と三人で、おばあちゃんの家へと遊びに行きました。ですが、 いつものように玄関の呼び鈴を鳴らしたんですが、その日は誰も出てきません。ピンポンを何度も繰り返しをしていると、しばらくして一人の男が顔を出してきました。おじさん、誰ばあさんなら買い物に行ってて、今はいないよ。 おばあちゃんいないの嘘玄関から顔を出してきたのは今まで私たちが見たことのない50代くらいの男でしたおばあちゃんの友達だというその男は迷惑そうな顔をして私たちを追い払おうとしていましたが私たちは 男が嘘を言ってると思って帰ろうとはしませんでした。多分玄関先で子供に騒がれるのが嫌だったんでしょう。男は一旦家の中へと引っ込みしばらくするとまた現れて私たちに中見て誰もいなかったらすぐに帰るんだぞ。 と言いながらしぶしぶと家にあげてくれました「うわあおばあちゃんどこ?」「おい待て勝手に動くな」玄関に入った途端一緒にいた友達のけいちゃんとえいちちゃんがおばあちゃんを探しに家の中へと駆け出しました 男も慌てて二人の後を追って走り出します。一人残された私はそのまま皆が向かっていったリビングの隣のいつもおばあちゃんが寝室として使っている和室へ入りました。おばあちゃんがいるとしたらきっとその部屋だと思ったからです。 和室の部屋は布団が敷きっぱなしでその上におばあちゃんの着物が乱雑に積み重なっていますそれを見てすぐに私はおかしいなと思いましたおばあちゃんは和ダンスにしまった着物をとても大事にしていてこんなぐちゃぐちゃに出しっぱなすなんてことは 絶対にしない人だったからです。その時私はふと和ダンスの下の引き出しが少し空いてることに気がつきました。なんとなく私がその引き出しの隙間を上から覗き込んでみると引き出しの中にいたおばあちゃんと目が合いました。 おばあちゃんは仰向けになって引き出しの中に入っていました目を見開いたままピクリとも動きませんおばあちゃんは死んでいましたあのおじさんが殺したんだ逃げないと私たちも殺される 驚くと同時に私はとっさにそう思いました。私は慌ててその場から逃げ出そうとしたのですが、すぐに廊下でケイちゃんたちを連れた男と鉢合わせます。どうだ、ばあさんはいなかっただろう。 男の言葉に私は何とか、うん、とだけ返事をしました。多分その対応が不自然だったのでしょう。さっきまで私たちを何とか追い払おうとしていた男が、急に愛想が良くなり、私たちにお茶を飲ませてあげる。 言い出したのです。ばあさんはすぐに帰ってくるよ。それまでお茶でも飲んで待っとけばいい。男は冷蔵庫の方へと向かいましたが、お茶やコップの場所がわからないみたいで、支度に手間取り、キッチンの戸棚や冷蔵庫を、 開けたり閉めたりしています。K ちゃん、H ちゃん、行こう、逃げよう。え ?M ちゃんどうしたのおばあちゃん待たないのいいから、行くよ。事情の分かっていない友達二人の手を握って、私は一気に、 玄関へと向けて走り出しました。するとすぐに後ろから男が包丁を持ち何かを怒鳴りながら追いかけてきます。私たちは靴も履かず必死に逃げてすぐ隣の自宅へと駆け込みました。私たちは何とか 逃げ切ることができました。泣きながら家に飛び込んできた私たちの話を聞き、実際におばあちゃんの死体も見つかったことで、大人たちは大騒ぎになりました。やはり男はおばあちゃんを殺した殺人犯だったんです。 後から聞いた話では、男はおばあちゃんの甥いで、財産について何やら親族間の揉め事があったらしいのです。老いがおばあちゃんの首を絞めて殺し、その時たまたまやってきた私たちから死体を隠そうと、とっさに炭素の中へと死体を 押し込んだのだのそうです。もう何十年も前の話ですが今でも時々炭素の中から私を見つめるおばあちゃんが夢に出ることがあります肉肉しげに虚空を見つめるあの瞳 あれはきっと自分を締め殺した老いに向けた最後の視線だったのでしょう海から見てる 誰もいないだとか、暗いだとか、わくつきの場所だとか、怖いことってのは、そんな環境で起きるものだと思っていた。小学5年の夏、家族で県内の海水浴場に出かけた時のことだ。その日は、とても天気が良く、 青い空と海は絵に描いたような夏の海だった。人もたくさんいた。父を追って熱くなった砂浜を走り海に向かう。くるぶしがつかるぐらいのところで海の感触を確かめてから父と腰ぐらいの深さまで進んでいった。 それから水をかけ合ったり、全身使ったりして遊んだ。海水は少し生ぬるかった。ふと沖を見ると、遠くの海面に浮かぶ半球状のものを見つけた。ブイ、クラゲ、もしくは、 流された浮き輪の類かもしれない。かなり距離があって何かはよくわからなかったけれど、誰かが溺れてると言った様子はなく、特に気にはしなかった。しばらくして海から出ると砂浜で休憩をし、海の家でかき氷を食べた。 これが一番の楽しみだった。そこから海を眺めると先ほどの阪球状の物体がまた目に入った。どうやら流されて浜に近づいているらしく、先ほどより遠い位置から見てるにもかかわらず大きく見えた。 じーっと見ていた私は、それが何かわかって、はああと、声を出してしまった。それは、人間の頭だった。鼻から上だけを海面に出した、人の頭だ。ねえ。 見て私は海を指さし、両親に言った。結論から言うと、それは私以外には見えなかった。波打ち際で説明をしても、両親は頭を半分出した人なんていないよ。と言う。そして、 その言葉通り、たくさんいる海水浴場客の誰もがそれを気にする様子がなかった。私はもう海に入る気分ではなくなった。帰る時、それは最初に私が遊んでいたあたりまで来ていて、濡れた黒い髪と、 ギョロッとした目がしっかりと見えた。男か女かわからないそれは波を受けて確かに存在し幻覚とは思えない。人がたくさんいる明るい場所、その安心感とは裏腹にぞくりとするものがあった。 時が経ち、大学の友達と海に遊びに行った。友人に誘われて海に入ろうとした私を別の友人が飲み物買いに行くのついてきて、と引っ張った。人数分の飲み物を買うのに人手がいるからだろうと彼女について行くと 海に入らない方がいいよ。と言われた。なんかあれ、ずっとあなた見てるし。と。忘れていた小学生の頃の記憶が蘇る。ここ、あの海水浴場だ。 海を見ると頭を半分だけ出したそれと目があったとどまる の実体験ちょっと前まで使っていた通学路にでかい歩道橋があってそこを通っていくのが学校への最短距離だったから毎日そこを使っていた1年くらい前朝早く学校に行かないといけないようがあって いつもより一時間くらい早くその歩道橋を歩いていた時の話。結構朝早くだったから、俺の近くにはすぐ前を歩いている通勤中のおっさんのみで、歩道橋の下を車は走ってはいるけど、他に人影みたいなものはなかったと思う。 おっさんと縦に並ぶ感じで階段を降り始めたら、後ろから走ってくる足音が近づいてきた。運動靴とかでの早朝ランニングみたいな感じではなくて、ヒールをカンカン鳴らして走っている音だった。階段の横幅は 余裕で五人は通れるくらい広かったから、別によけるでもなく普通に歩いていたんだけど、その走ってきた人が俺の横を通り過ぎた途端、階段を踏み外したみたいに勢いよくすっ転んだんだ。ほんとすごい勢いで階段を落ちていって、俺もおっさんも唖然としていた。 その人は髪の長い普通の格好をした女の人で、落ちていく瞬間、本当に一瞬だったんだけど、その長い髪の間から見えた目と目があった気がした。だけど、次の瞬間、瞬きなんかもしてないのに、その人は突然と消えてしまった。 本当に説明のしようがないんだけど、とにかくぬるっと跡形もなく消えてしまった。俺もおっさんもしばらくボケッと突っ立っていたんだけど、俺は途中で学校に行かないといけないことを思い出して、慌てて学校に向かった。 もしかしてさっきの女の人がいわゆる幽霊だったんじゃないかと思い始めたのは学校に着いてからだったオチなどはないとにかくその女の人の振り乱れた髪から見えた目が忘れられない 女性はあの死んだ瞬間を今でも繰り返しているんだろうかそう考えると切なくなる結局それから学校へは遠回りの道を使って行くようにしたもう二度と あの歩道橋は使いたくない赤い VHS 私が小学生の頃ですからちょうど10年前の話土曜日で学校から帰ってきて友達と遊ぶ予定もなかったため父の取りためていた VHS ビデオを片っ端から見ていました中にはちょっと卑猥な深夜番組や北極で 美女と熊さんがあんなことやそんなことをする北の国からというビデオがありました一息ついてから再度探していると唯一ラベルがない VHS がありました几帳面な性格の父ですから何か意味があるんだろうな と思って再生しましまたトラッキングが合っていなかったため調整をしていると白い壁に赤いベンチが映っているのが分かりましたですがいくら調整してもそれ以上きれいに映ることはなく仕方がないのでそのまま見ることにしました しばらく見ていると赤いベンチが徐々に大きくなっていることに気がつきました。やがて画面いっぱいが赤くなった時、視点がぐるりと縦に回転し、眼球の右端に傷のある赤い目が映し出されました。 その後、父が帰ってくるまで、私は砂嵐を見続けていたようです。私に霊障はありませんでしたが、右目の右端には赤ちゃけた傷が今でも残っています。 換気扇私は茨城のある団地に住んでいますここの団地の近くにある中学校の裏側の道が昔お墓でありとても空気が不気味です中学の時に 学校にまつわるいくつかの独特な怪談話をたくさん耳にしました。実際それは経験した先輩から聞いたもので、とてもリアルで怖かったのを覚えています。さらにそこの中学校では古びた北棟と新しく建てられた南棟があって、古びた北棟の 一階の奥の暗い部屋には、中学の工事中に亡くなった方の仏壇かなんかがあって、その部屋だけが内側から窓に段ボールがたくさん貼られており、外から全く見えないようになっている部屋があるんです。こういったように、中学からこの辺はよく出るよと、 耳にしていたのですが、自分は学校では古びた北棟と新しく作られた南棟をつなぐ廊下の窓を外から見上げたときに黒い影がスーッと通るのを見たくらいで、大してとても怖いという経験がなかったんです。しかし、 まさか中学ではなく自分の家で怖いことを体験するとは思ってもいませんでした。今から約1ヶ月か2ヶ月前くらいに体験した今までにないくらいぞーっとした話を書きたいと思います。ある日私は学校の後に 美容室に行って髪の毛を切ってもらってとても可愛く出来上がってルンルンで音楽を聴きながら帰っていました家に着いたら今日親が夜勤で留守の日だと知ってさらにテンションが上がりそこを自分の部屋に入って髪の毛に似合うメイクや服装なんやらを試したりして 友達に写真を送っていたりしました「今日はいいこといっぱいだな幸せだななんて思っていたりもしましたあれこれして数時間がたち時間を見るともうすでに夜の11時45分を過ぎていて そろそろお風呂入らないとなぁと思いお風呂に入りましたお風呂から上がるともうすでに十二時半を回っていました全裸のままキッチンまで行って歯を磨いて音楽に乗りながら歌っていた時にふと換気扇の方に目がいったんです そこで、あ、換気扇の羽一個壊れてんじゃん。外丸見え。と、のんきに考えながら、真っ暗な換気扇の奥の、向こうの景色を覗きたくて、じーっと、近寄りながら見つめていたら、私は、あることに気づいたんです。 目が、ある。私は換気扇の外から、こっちを覗いている片目と、目をずっと、合わせていたんです。一瞬固まって、我に帰った瞬間。ええと、小声で言って、 戸惑いながらも歯ブラシを加えたまま携帯とパジャマを手に取って部屋へとダッシュしました急いで服を着て震える手で友達に電話をかけましたタイミング悪く三人に電話をして三人とも電話に出てくれませんでした なんでこういう時に、<laughs> と思って泣きながら布団をかぶりました。布団をかぶりながら換気扇の近くにある窓は閉まっているか、だのを考え、その何者かが入ってこないか心配で体がガタガタしていました。 時間が経って少し落ち着いても、布団から出た時にこの後どうしようか、リビングに行ってまだ覗いていたらどうしよう、と不安でいっぱいでした。結局、そのまま寝てしまおうと、口の中が歯磨き粉の味でいっぱいでしたが、気にもしませんでした。 今は、換気扇の壊れた羽は、もう直されていて、もうこれ以降は経験することはないであろうと信じています。しかし、あそこで覗いていたのは何者かが、とても気になって仕方がないんです。例であれば、まあ、たくさん出るんだろうからな。 くらいにしか思えないけれど、換気扇の向こう側はベランダになっていて、人が立っててもおかしくないので、もしあれが人間だったら、ずっと換気扇の奥から、お風呂を上がった全裸の私を眺めていた。となると、怖さが百倍増します。 何者かを知りたい半分知りたくない半分で今でも昨日のように鮮明に覚えていますそれからはお風呂の後、ちゃんと部屋着を着るようにしています